サー・アウグスト・フリードリヒ・マンスはドイツに生まれ、イングランドで活躍した指揮者。移住先の英語指揮にはオーガスト・マンズと発音される。マンスはドイツで軍楽隊の指揮者として活動した後、イングランドに移り、間もなくロンドンの水晶軍の指揮台に上がった。彼はここの楽団を増員してフルオーケストラとし40人以上にわたって安価な演奏会を催し続けた。 彼は英国の作曲家やそれまでイングランドでは無視されていたドイツの作曲家など幅広い音楽をロンドンに紹介した。彼が被護した英国の作曲家にはアーサー・サリバン、チャールズ・ビリアーズ・スタンフォード、ヒューバート・パリー、ヘイミッシュ・マッカン、エドワード・エルガー、エドワード・ジャーマンらがいる。マンスは300人以上の作曲家の作品を演奏。 水晶宮での在職期間である1855年から1901年にかけて1万2000以上の演奏会を開催したものと試算される。1894年に英国国籍を取得した。彼は1903年にナイトに上された。マンスはプロイセンのシュトルツエンベルクに生まれた。彼の父はガラス吹き工でマンスの改装では 週に1ポンドの稼ぎで10人の子がいたといい、マンスはその5番目だった。マンス家は音楽一家で、若きアウグストは家庭での私的なガスを通じてフルートに長じていった。マンスは10歳で兄の一人の後を継いで一時的に工房へ入る。もののガラス吹きの仕事を気に入ることはなかった。彼の父はアウグストに、 学校教員となるべく訓練を受けさせるのが良いかとも少し思案したが、息子の音楽にかける思いが勝っていた。マンスは12歳の時、近隣の村で、おじが経営する学校へと送られた。ここでは、フルートと共にクラリネット、バイオリンの演奏を学んだ。15歳になると、エルヴィングの音楽家であるウルヴァンの元で3年間の訓練生活を開始し、 ここで必要に応じて楽器を変更、切り替えるなどして限られたオーケストラの能力を最大限に引き出す術を学んだ。彼は訓練の3年目にウルバン率いる町の音楽隊の弦楽合奏で第1バイオリンを演奏し、吹奏楽団では主席クラリネット奏者を務めた。そして彼はウルバンから特別に歌声学や作曲の指導を受けられることになった。 水晶宮のコンサートホール1857年マウスは兵役を受ける年に近づいてくると従軍から逃れるためにダンツヒに配置されていた不評音楽隊にボランティアとして加わりクラリネットを演奏した同時期には歌劇場や演奏会バレエ公演においてバイオリン演奏も行った才能を認められた彼は1848年にベルリンで ヨーゼフ・グングルが組織するオーケストラに入団し、第一バイオリンを任された。その後、彼は1849年以降ベルリンのクロール、歌劇場の指揮者並びに、バイオリン独奏者に任用されたが、歌劇場は1851年に消失してしまった。数週間後にアルブレヒト・フォン・ロー・オン大佐の招きを受け、大佐の連帯の軍楽大指揮者となった。ここでマンスは、 腕の悪い多くの隊員を除隊させ、ベートーベンの助曲や公共曲の吹奏楽編曲を含むクラシック音楽作品の新たな編曲を作り上げ、さらに弦楽隊を新設した。1854年に隊員を研磨の足りないボタンを着用したままパレードに出演させたことを下級士官に失責され、マウスは職を辞すことになった。同じ年、 当時ロンドン郊外の水晶宮において新たに軍楽隊を結成したばかりだったヘンリー・シャレーンがマンスとクラリネット奏者、副指揮者としての契約を結んだ。数ヶ月のうちにシャレーンがマンス作曲の楽曲を自作と偽ったことをきっかけに二人の間には圧力が生じ、シャレーンは抗議したマンスを解雇してしまった。そのためマンスは イングランドの田舎町でバイオリンを教え、エディンバラの歌劇場管弦楽団で演奏するなどしてて、生計を立てた。1855年、マンスは招かれて、アムステルダムで夏季シーズンの演奏会を指揮した。イングランドでは、水晶宮の運営を任されたジョージ・グローブがシャレーンを不適格として解任しており、ロンドンに戻ったマンスは、水晶宮での仕事を引き継いだ。ミュージカルワールド氏は、 こう報じている。この変革が楽団に必要な改善をもたらすと我々は信じている。マンス氏は出世のまたとない機会を得た。彼が手にしたのはイギリス随一の楽団を作り上げるに足る人材であり、彼の指揮棒の下で水晶具オーケストラがそのような名声を獲得するのは我々にとっても喜ばしいことである。マンス氏の音楽家としての知性をもってすれば、 人材の天文を見抜けず、聴衆の要望を組めないということはない。新たな音楽監督を迎え入れた水晶宮では、芝叩く間に音楽が最大の魅力の一つとなるであろうと間違いなく予言できるのではなかろうか。マンスが得意とした4人のイギリスの作曲家。左上から時計回りに、サリバン、スタンフォード、ジャーマン、エルガーこれ以降のマンスのキャリアは、 ほぼ水晶宮と共に築かれていったものばかりとなる。彼が着任した際の水晶宮の常任楽団は水奏楽団であり、マンスはそのメンバーと特別に雇った弦楽奏者4人からなる約34名の奏者による即席の還元楽団をこしらえた。グローブと水晶宮の運営陣の後ろ盾を得た。彼は順次楽団員を増員してフルオーケストラとし、この楽団のために 水晶宮には新たなコンサートルームが建設された。グローブとマンツは共同して水晶宮での演奏会を安価にクラシック音楽に触れることができる、重たる催ししたのである。1855年から1901年までの間、10月から4月までのコンサートシーズンには土曜日の午後に演奏会が開かれていた。任用から数ヶ月のうちに 初のロンドン公演を催したマンスは、そこで、シューマンの公共曲第4番とシューベルトの公共曲第8番を演奏した。彼の演奏会では、ドイツ・オーストリア系の作曲家が最も多く、ついでイギリスの作曲家が大差で2位となっている。マンスは、若きアーサー・サリバンの不随音楽、テンペストを1862年4月に演奏し、 サリバンの音楽を初めてイングランドの聴衆に紹介することになった。さらにマンスはその後、チャールズ・ビリアーズ・スタンフォード、ヒューバート・パリー、ヘイミッシュ・マッカン、エドワード・エルガー、エドワード・ジャー・マンラの初期作品の紹介役となった。テンペストの演奏から30年以上経って、サリバンは彼にこう書き送っている。我が古き友よ、私がはしごの一番下の段に登るために、 あなたが差し出してくれた救いの手に対し、私がどれほどの恩義を感じきれずにいることか。私はいかなる時も感謝と死愛の情を持ってあなたのことを思わなければなりません。ブラームス、ラフ、ドボルザークといった同時代の大陸の作曲家たちもマウスの水晶宮での演奏会を通じて初めてイングランド国内で知られるようになっていった。1888年に マンスの指揮により、水晶宮で録音された、ヘンデルのオラトリオ、エジプトのイスラエル人は、クラシック音楽の歴史の中でも現存する最古の録音の一つである。1888年に描かれたマンスのカリカチュアマンスは1901年に引退するまで、音楽監督の職を務める傍ら、外部での活動も引き受けるようになった。1883年からは、 水晶宮での3年ごとのヘンデル音楽祭でもタクトを振った。1883年の音楽祭は創始者の指揮者、マイケル・コスタが不調だということで、数時間前に告げられて引き受けた仕事だった。マンスは当初が小指し、というのも、彼の指揮姿は、風変わりで慣れないものではついていけなかったからである。 にもかかわらず、彼は以降1900年までこの音楽祭に毎回招待されることになった。彼はグラスゴーの合唱組合の管弦音楽演奏会でも13シーズン連続で式を行った。1859年にはドルリー・レーンのシアター・ロイヤルで行われたプロムナードコンサートの式台に上がり、1896年から1899年にはシェフィールドの 1896年にはカーディフの音楽祭でも指揮している。1890年以降、水晶宮での演奏会は次第に重要性を失っていった。ロンドンではどこに行ってもオーケストラの演奏が聴けるようになっており、水晶宮の古くからの人気は風前の明かりだった。マンスは1900年から1901年のシーズンまで指揮を続け、4月24日に活動に、 終止符を打った。ミュージカルタイムズがみのしさんでは、彼が42年の在任中に開催したオーケストラコンサートは1万2000回に上ると見られている。マンスは3回の結婚を経験している。最初の妻とは1850年もしくは1851年に死別した。2番目の妻、サラアンとの間には娘を一人授かったが、1893年に先立たれた。 1897年1月7日に結婚した3番目の妻であるキャサリン・エミリー・ウィルヘルミナを残して彼はこの世を去った。マンスは1894年5月にイギリス国籍を取得した。1903年にはナイトに除され、82歳の誕生日を迎えた直後、ロンドンのウェストノーウッドで没した。彼はウェストノーウッド墓地で眠っている。出典 ありがとうございます。